秋葉原本店九州じゃ、んがらは、株式会社タス21が、東京都内の各地で運営する、九州系豚骨ラーメン店である。略称じゃ、んがら。九州じゃ、んがらラーメンは、同社の登録商標である。慶応義塾大学法学部を卒業した下川隆は、子供好きで大ファンだった青春ドラマ、俺たちの旅の影響を受けて、1979年、 東京に学習塾のブルカン塾を開く。開塾して一年、家計に苦しむ家庭とその状況に置かれた子どもたちを見て、保護者の都合から授業料を払えないということだけで、通塾は断れないと考え、金銭的に苦しい子どもたちの授業料を免除する。しかし再三度外しで、ボランティア化した結果、塾の運営基盤が揺らぐ事態となる。こうした中で、下河原は塾を きちんと運営しながら、自らの生活基盤を安定化できるような仕事はないかと考え始める。そして行き着いた答えが、ラーメン店の運営であった。昼はラーメン作り、夜は塾の運営という体制で、真心を込めたラーメン作りをし、自分たちの頑張りを子供たちに見せることで生きるというメッセージを伝えることができるというものである。熊本県で育った下川をはじめ、 スタッフのほとんどが九州出身だったこともあり、豚骨系ラーメンとなる。1984年にジャンガラを開業してからも、アジアサービスの向上を行い続け、各種メディアに取り上げられるようになり、南電関連と並んで豚骨ラーメンの普及に重要な役割を果たしていった。現在は塾と独立した経営を行っているが、同塾で講師をしていた店長やチーフ、 同塾の卒業生が店員になることも多い九州じゃんがらの配送車両 JR 東日本フーズと共同展開する新業体店。主に駅構内などに出店する。九州じゃんがらで提供しているメニューだけでなく、この店オリジナルのメニューも用意する。これまで九州じゃんがらの味を生み出してきたジャンガラうまか味研究会による系列店舗。 豚骨系ではなく醤油ラーメンを中心としている。九州じゃ、うんがらラーメン豚骨ベースのラーメンだが、種類ごとにアレンジを加えている。店舗によって取り扱うメニューが異なる。この他、期間限定で発売されるメニューもある。秋葉原本店で過去に提供されてジャンガラは濃厚、クリーミーな味であった。1990年代中期頃から次第にライトな味に変化し始め、 現在のマイルドであっさりとしたジャンガラとなった。これにより、あっさり系のジャンガラと濃厚系のボンシャンという二つの軸が完成した。九州じゃ、んがらに名称が告示しているラーメン店として、かつては、水都市に本拠を構える、株式会社自然物語が、経営母体に関東地方を中心に、全国的に店舗を構えていた元祖ジャンガララ、アメンというラーメン店があったが、 急激な多店舗展開が災いして経営が悪化、民事再生法による再生手続きを経た後、2005年11月に破産。それに伴い経営母体が移転している。味は全く異なるが九州じゃ、んがらが有名になったこと、元祖ジャンガラがチェーン展開を幅広く行い、ジャンガラを商標登録していたことなどから、両店を混同する客は多かった。九州じゃ、 んがらは、店頭やウェブサイトで混同しないように注意を呼びかけており、元祖ジャンガラ名称の店舗がほとんど閉店した後も、ジャンガラを意識したと思われる店名で外見の雰囲気、なども似せ、九州豚骨ラーメンを出す店が、都内の繁華街に複数存在することから、混同を避けるための呼びかけは続いている。ありがとうございます。